はい、こんにちは。まったりおじさんゲーマーでございます。今回も COD モバイルをやっていきたいと思います。今回はね、バトロワでサンドストームの中に入ってみたいなと思います。はい、運よく中に入れたら何が起きるのか。YouTube の動画なんかで見て、あ、面白いなと思ったんですけどね。はい、試してみましょうか。よいしょ。ゴールデンウィーク中ということで、皆さんゲーム楽しんでますか？おじさんも、勝つことは少ないんですけどね、ちまちまと楽しんでおります。まあね、勝つことよりもね、何だろう、楽しむということまあ同じなんだけどね、まあ負けてもね、まあよし、次は勝とう、頑張ろうというふうに思うじゃないですか。ねえ、だからその積み重ねでね、うまくなれたらいいなと思っているところでございます。さあ、あ、マップで見れるんだ。射撃練習場付近？なるほどね。さあ行きましょうか。よろしくお願いします。よいしょ。さあ、どこに降りればよかったのかな。まあ適当に降りよう。全然違う方面に降りたような気もするし、近くに何もないぞ。ねえ、まあ適当に降りたからね。何やってるんでしょうか、おじさん。まあ、まだ武器探しましょう。よいしょ。マップチェック、あ、射撃練習場行けるな。行ってみましょうか。まだ武器が少ないんだけど、少ないんだけれど、あ、敵いるよ。ショットガンなんで、フェニックに切り替えようか。よし。ストームはどんな感じでしょうかね。おい。わざわざ行く必要もないんだけどね。どんな感じか様子を見たいですよね。たどり着ければいいんですけれど。よし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 。やはりね、お、見えた見えた。ここ人多そうだな。やはりね、アプリの暴走って、まあ、スマートフォンの熱暴走みたいですね。はい、今も特に、スマートフォン自体の熱は冷めてますんで、暴走することなくサクサクと動いているんですけれど、結構ね、長時間プレイすると熱を持ってくるから、ちょっとアプリの動きがね、悪くなるんですよね。
よし、行け行け。わざわざストームに入っていくって面白いですよね。あれがあるよな。ターミナル近辺には結構多くのプレイヤーさんが集まるんだけど、ほら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 。ターミナルを外していきましょうか。よし、入ってきた。サンドストーム。いやー、すごいな。あ、なんか中心が見えたよ。中心行ってみる？何が起きるのか。あ、向こうに動いた。いや、面白いな。よし、中心、何が起きるんでしょうか。うわー、すごいすごいすごい。あ、面白い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 。こんな風になるんですね。あー、でもどこに降りるのかちょっと見えないんで、マップを手がかりに。おー、面白い。で、このサンドストーブの中に黒いボックスがあるって聞いたんだけど、ああ、マップに載ってるな。その前にちょっと、なんか集めとこう。あ、面白いね。で、どっち側？こっち側？ちょっと行ってみるか。あった。これか。これももらっちゃ、ああ、いっぱいなんだ。まあいい、とりあえずもらいました。あ、面白いですね。ちょっと離れよう。あ、面白い。こんな感じなんですね。あ、いっぱいなんだ。これ使っとこう。まだアンチに入ってるんだよね。よし。ここで様子見。あ、面白いですね。さてさて、トップ10入りたいな。ヘリで逃げればいいのか。まあヘリ使わないからね。乗り物はね、もうほとんど使わないですね。もう歩き回って逃げ回るっていう戦法なんでね。よし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 、これでアンチがどこに変わるか。よし、おー、だいぶ遠くのところまで行く必要がありますね。よし、走ろう。うわー、すごい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 。いや、面白い。あ、なんでこっちに入ってきた。よし、走れ走れ。面白いですね。
サンドストームでございました。これで徐々に視界が開けてくるのかな。おお、面白いですね。よしよし、ありがとうございました、サンドストームさん。そんなにいなかったね。誰もいなかったね、サンドストームに。みんな行かないんだ。いた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 、一人いた。どうしよう。同じ方向に行ってるんだよね。まだ距離があるな。なんかあるか？あ、ミシック。よし。お、どこに行った？あ、いるいる。あれ？あ、いた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 。だってこっち方面に行こうかな。どこ行った？とりあえずここでいいかな。ギリギリに行く。よしよしよし、キロもらおう。あ、なんで、ミシック、何やってる。よし。あ、もう、アンチ変わるよ。どこに変わるか。はいはい、また。走りましょう。高級住宅地。いるね。右側？あ、消えた。よし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 。OK、後ろだな。おい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 、これ。おい、なんで？あ、いるいるいる。いっぱい来た。気づいてないの？
よし、助かりました。さて、次のアンチはどこに変わるかな。違う、こっち方面かな。来た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 。ボットだよね。様子見よう。よし、ここか。よし、で、トップ10に入った。いいよ。ギリギリだね。一応ここにいよう。ギリギリでもない。外れてます。よし、あと5人。5秒。あそこの岩場、あれ違うのかな。あ、違うね。来たよ。あ、いたいたいた。こっち見えてないのかな。どこだ？嫌だな。あと一人どこにいるんだろう。
あ、いた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 。まあ、いっか。3位には入れました。感染症。あと2人どこにいるんだろう。これバイクのお兄ちゃんだわね。やっぱ上の方か。違う。あの岩の後ろ？いた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 。お疲れ様でございました。まあね、なかなか難しいね。腕を磨いていきたいと思います。はい、でも今日はね、サンドストームの中に入ることができたのはまあ良かったかなと思います。はい、楽しむことができました。ありがとうございました。よいしょ。お、なんかもらえる？あ、コシカ。あ、新しい武器、これスナイパーコシカいただきます。ありがとうございました。またコシカを使ってね、また武器のゴールド迷彩を取っていこうかな。はい、ということで今回はね、バトロワで遊んでみました。今回はこの辺で失礼します。ほんじゃまた。